でした。みんなはタバコをくわえて、マッチを吸ったり、楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなって、なんだか怖いような、手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか。すると学長がキッとなって答えました。いけませんな。こういう大物の後へ何を出したって、こっちの気の済むようには行くもんでないんです。では学長さん、出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おい、郷士君、何か出て弾いてやってくれ。